こんにちは、柴田です。今回はアラフォー世代でギターをリスタートする方々へ向けてお話をさせていただきたいと思います。このチャンネルはですね、80年代90年代のバンドのことをメインでやっているので、結構ですね、僕と同世代の方が見てくれております。まあ、そんな中でですね、コメントなどいただくんですけれども、20年ぶりにギターを再開しましたとか、アラフォーなんですけれどもこれからギターを始めたいと思っていますと、前向きでですね、嬉しいコメントをよくいただきます。そういった方々がですね、非常に増えてきたので、今回はですね、アラフォー世代でギターをリスタートしようと思ってたり、これからギターを始めたいという方に向けて、おすすめの機材だったりとかをですね、ご紹介させていただきたいと思います。20年前とか25年前にギターを始めるときはめちゃめちゃ必要なものがあったんですよね。なので通販だったりとか楽器屋では初心者向けセットみたいなので、12点セットとか15点セットみたいなものですね、まとめてセットにして販売してたんですけれども、今はですね、最小限の機材、ミニマムの機材で十分ギターを楽しむことができる時代になっております。おじさん世代はですね、どうしても昔のイメージがあって、あれもこれもとですね、こうちょっと揃えたがるところがあると思うんですけれども、そういうことをしてはいけません。部屋が狭くなるだけです。そうならないようにですね、早速おすすめの機材をご紹介させていただきたいと思います。まずですね、ギターを購入しなきゃいけないんですけれども、ギターに関しては自分のモチベーションが上がるものを購入するのが一番です。やはりですね、楽しく長く続けていく、例えば40歳だとしたらもう70歳80歳まで弾けるわけですから、これから30年40年楽しめるというふうな気持ちでですね、ただただ楽しくなるようなギターをまずは購入するっていうのが重要ですね。購入するサイトなんですけれども、今はね、 B2C のやり取りでメルカリだったりとかね、そういったものでも買えるんですけれども、やっぱりね、保証がついている楽器屋さんで買うのがいいですね。まあ、サイトもね、たくさんあります。デジナートなんかいいと思います。ちゃんとした店舗が出品してますし、保証もついております。そしてその後に購入するものなんですけれども、ここはね、ちょっと方向性によって僕3つに分かれるんじゃないかなと思ってます。その3つというのはですね、1つはアンプ派、そしてもう1つはアプリ派、そして3つ目はマルチエフェクター派ですね。これどういうふうに分類されるかというと、まあ、アンプ派の人は家でですね、やっぱりしっかり音が鳴った中でギターを楽しんでいきたいと、そういうふうな方に向いていると思います。アプリ派の人はですね、これスマホのアプリとか iPad のアプリとかでできるんですけれども、そういう方はですね、アンプを置くとちょっとやっぱ狭くなるからなとか、かみさんからうるさいって言われるからなとか、そういった方にはですね、アプリ系で楽しむのがいいです。そして3つ目のマルチエフェクターなんですけれども、これはですね、例えば今後スタジオとかにも行ってみたいなとか、ちょっとした活動も考えている方にはおすすめだと思います。この3つをですね、ちょっと細かく1つずつご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目のアンプ派ですね。こんな小さいアンプでも現代のアンプはですね、非常にお利口さんで高性能です。このちっちゃい中にですね、アンプのシミュレーターがいくつも入っていて、昔のものはですね、小さいアンプはいい歪みが本当に出なかったんです。でも最近のアンプはですね、こんなに小さいのにめちゃめちゃいい歪みがなりますし、だからといって操作が難しいこともありません。家でやっぱりそれなりの音量でギターを弾きたいという方には非常におすすめなのが、こういうミニアンプですね。僕が使っているのはローランドのマイクロキューブというものなんですけれども、ヤマハからも非常に優秀なミニアンプが出ております。ヤマハの THR とマイクロキューブ、ローランドのマイクロキューブは非常におすすめです。そしてこれがですね、もっと進化したものが最近はございまして、例えばマーシャルのコード25、ミニアンプの中に何種類ものアンプのシミュレーターが入っていたり、エフェクトも24種類も入っています。それをスマホと連動させて Bluetooth でつなげてですね、エフェクトの操作ができたりするという風な有能なアンプも発売されております。アプリとミニアンプを連動させるってすごい時代ですよね。そして今出てきたアプリ、2つ目僕がおすすめしていたアプリなんですけれども、どういったものがあるかというと、僕が使っているのはですね、この LINE6 のソニックポードというもので、
これをですね iPad に挿すだけなんですよ。こちらポチッと挿して、そしてここにギターを挿すと、操作はこれだけ。これねライトニングを挿すと勝手にアプリがダウンロードされるんで手間も一切かからないです。で中身がどういう風になっているかというと、こういう風にですね、ここねアンプを押すとアンプがこんなにずらーっと出てきます。いろんな種類のアンプが入っていて、フェンダーっぽいのやマーシャルっぽいのや、そしてエフェクトボタンを押すとプラスを押すとここにコーラスが入っていたりディレイが入っていたりと、非常に簡単にですねこうやって選べます。オーバードライブにしたりフランジャーにしたりと。で操作はここですね、ここで設定を変えていくというふうな感じで非常に簡単です。このソニックポートを買うだけでヘッドホンもつけれますし、エフェクターで遊ぶこともできる、そしてアンプにつなぐことも可能なので、まあ、操作はですねフットとかではできないんですけれども、一人で音を出して遊ぶとかそういったことにはですねこれで十分です。何より場所を取らないですよね。これ1個持ってあと iPad だったり iPhone を持っていればどこでも楽しめます。そして3つ目におすすめするのがマルチエフェクターです。これはですね Zoom の G1X4 といって1万円ぐらいで購入できるんですけれども、エフェクトも一通り入っているし、アンプのモデリングも入っているし、ペダルもついているというところでオールマイティに遊べる1台です。この機材ですね保温の端子はないんですけれども、アウトプットにですねヘッドホンを挿すとちゃんと音が出ます。なのでシールド挿してヘッドホン挿して静かな音でも使えますし、スタジオに持って行って爆音で使うこともできると、ちょっとした遊びのバンド活動にも全然十分使えるような機材です。昔だったらエフェクターを買うとなるとエフェクターのボードを買ったりとかね、また面倒くさいことがあったんですけども、これはねギターのねギグバッグにスポッと入ります。で電池でも動くしアダプターでも OK ということで、電池も結構長く持ちますよ。僕ね100均で買った電池アルカリのね炭酸4本入れるだけなので、コスト的にもね非常にパフォーマンスいいと思います。もう購入するのはねこれだけで OK です。まずギターとシールドとアンプかアプリかマルチエフェクター、この3つのどれか1つがあれば十分です。昔ギターをやられてた方はちょっと気になった点があるかと思うんですけれども、チューナーですよね。今やですねチューナーはマルチエフェクターにもついていますし、こちらのアプリにも備え付けられております。ミニアンプはですねついているものとついていないものがあるんですが、もし購入するとなるとこういう風なですねクリップチューナー、これがおすすめです。もうわざわざですねシールドを挿してそういった手間はねもういらずに、これをですねヘッドにポチッと置いとくだけで今チューニングできますので、ミニアンプをお選びになった方はこちらを一つですね、これもね1000円しないです、900円ぐらいです、一つ持っておくと良いと思います。家族に迷惑をかけない、自分が楽しくやっていくという点でですね、今回ご紹介したこの3つ、コストもかけずに趣味を楽しんでいくことができます。まだまだ先の長いギターライフをのんびり楽しんでいきましょう。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。